以上も前に一人の男を忍んで2万5000人もの人々が集まっていた。プロレスラー三沢光晴。命の限りリングに立ち続けた三沢、彼にとってプロレスとは。プロレスとはなって、プロレスが何か分かったら俺も苦労しねえんだ。プロレスとはなって言え、プロレスって言えないんだよ。だから分からないからでしょ、ね、やめられないからでしょ。両足にはまだボルトが入っているんです。時代を超え今も見ている者の胸を打つ熱い戦い、三沢が追い求めていたプロレスとは一体何だったのだろうか。リングの上で共に時代を歩みしのぎを削ってきた戦友たち6人が三沢について語った。俺が知ってる人が知る声優だな。お父さんのような存在でもあり、兄貴みたいな人でもあり、友達みたいな時もあった。プロレスラーになるチャンスを与えてくれた人。言葉数少なくて背中で語る代名詞みたいなもんだ。そしてこれまで重く口を閉ざしていたこの男も。デンジャラス系川田俊明。あの日から5年の時を経て三沢への思いを語った。あの人を追い越そうなんて思ったことは一回もないんです。さらに三沢をよく知る関係者からの貴重な証言の数々、そこから見えてくる三沢のプロレスへの愛情。日本テレビに眠る貴重な映像の数々。三沢光晴の意外な素顔が明らかになる。未だ輝きを放ち続ける緑の伝説、プロレスラー三沢光晴とは。高校レスリング部の1年後輩としてずっと三沢を見続けてきた川田俊明。若手の頃の印象を聞いた。あの人を追い越そうなんて思ったことは一回もないんですよ。プロレスラーの人って一番になりたいみたい人多いんですけど、今あの人の追い越さなくてもプロレスラーとしてちょっとでも輝ければいいかなって思ってたんで、僕は結構、僕は1年後に入ってきたんですけど、結構やっぱエリート高校からね入った割には三沢さんはエリートでしたね、意外とその扱われ方が、はい、まあ、給料が入った時から倍だったし、はい、やっぱりあの機械体操をあの人はやってたことがあるんで、その点ではそういうのが結構リングに活かせてたかなって思うんですよね。意外と球技とかは下手でしたからね。球技とかは多分よく球技できる人は運動神経いいって言うじゃないですか。でも球技は三沢さんは上手くなかったと思いますよ。だからぴったりその
プロレスのリングっていうのが合ってたんじゃないですかね、三沢さん。なんでしょうね、普通の人だと考えられないぐらいなんか怖いもの知らずってとこがあるんで、本当にそれは何に対してもなんか怖いもの知らずっていうか、飲み屋でなんかそういう風に怖い人に喧嘩売られても全然もう関係なく向かっていこうとしたっていう、普通じゃ考えられないなと思って。それは正義感みたいなところ、どうなんでしょうね、正義感からかもしれないですし、まあ、本当にそれは高校時代からなんか本当怖いもん知らずっていうのはずっとありましたね、あの人は。だからリング上で怒った時の顔っていうのは三沢さんが一番怖いですからね。そうですね、受け方が綺麗なんですよね、はい、もう踏ん張るより自分から綺麗にいった方が怪我しないってとこが受け身の場合あるんで、そういう面では受け身がうまかったのかもしれないですね。ある意味綺麗すぎて、綺麗すぎちゃうと今度迫力がないっていうところも僕から言わせるとあったかなと思うんですけど、なんていうかな、怪我を怖がらなかったっていうか、そういうとこありましたね。プロレスに対してその思いが強いから、その思いが強いからそういう怖がらないところとか、そういう誰も取らないような受け身取ったりとか、怖いもの知らずみたいようなところがあるんで、それでそういうふうにできたんじゃないかなって思うんですよね。悩んでるような様子は僕にはあんまり感じなかったですけど、まああれをね、ずっともうレスラー人生ずっとマスクかぶってると思うとね、多分悩むと思うんですけど、意外と多分なんかいい時期にマスクを外したんじゃないかなって思います。実際三沢はどう感じていたのだろうか。マスクを脱いだ直後の三沢は当時をこう語っている。タイガーマスクのキャラクターがやっぱり強すぎてね、やっぱりジュニアっていうイメージも強かったしね、だから一番やっぱりイラついたっていうのはね、何でもできるのは当たり前っていう風な印象をね、みんなが持ってるっていうのはやっぱりイラついたですよね。自分は自分で苦労してるのにっていうのがあったしね。だからやっぱり上を狙うのはね、やっぱりちょっと限界があるかなっていうのもあったしね、自分なりにね。だから取ろうかな、取ろうじゃなくてね、取ろうかなと思ってたんですよ。で僕も何を言ってんだか最初分からなかったんで、でいやちょっと外してくれ外してくれって、外せとかって言ってたんで、でここ外せ外せって言うから、じゃあマスク剥がせって言うのかなと思って、そのまま何してるの、おっと何してるの、おっとおお何してるの、マスク王者マスクに手を、おーマスク王者だー、タイガーマスクマスク王者だー、ミサラとなって今猛然と打っていった、八千代仕掛けに勝っていった、打ち下ろしキック勇気が止める、勇気が止める、キックに入るが、あタイガーマスク武装となった。虎のマスクを脱ぎ素顔に戻った三沢、しかしその前には超えなければならない大きな壁が立ちはだかっていた、怪物ジャンボ鶴田。僕なんかもう化け物ですからね、あの僕なんかにしたら、あれだけの人は見たことないんで、体が大きくて瞬発力があって持久力もあるっていう、そういう人って見たことないんで、いやもう何ていうんですかね、最初からもうそんなこと思ったらいけないんだけど、何やってもまあ通用しないだろうなっていうような、鶴田さんにしてみりゃ、うん、最初の頃なんて本当に遊ばれてたんですよね、僕なんかは鶴田さんに。
まあ、世代も違うし、もうその器の大きさも違うから全く僕は考えてなかったですね。だから三沢さんがそれを考えてたとしたらすごいことですね。そしてついにその時を迎える。1990年6月8日日本武道館。しかしジャンボとの決戦を前に三沢は極限の緊張感を味わっていたという。ただね、本当に試合早く始まってくれっていう、あの日一日はね、それだけだよね、朝からね。だからプロレス入ってね、一番緊張した試合だよね、はっきり言ってね。そんな三沢の張り詰めた心理状態を表すエピソードがある。決戦前夜、自宅での夕食。冷めた味噌汁は飲めねえ。三津春はいきなり味噌汁の碗を床へ叩きつけ、とんかつが乗った皿を吹っ飛ばし、星一徹張りに夕食をひっくり返した。松下が飛んでいきました。ジャンピングリージャンボ選手も高いです。厳しい攻めですね、本当にね。攻めが厳しくなってきましたね。なんですかこのボディスラム。そして王が入る。そうですね、しかしまだ頑張れる。三沢、三沢さあセカンドラップ、7中西中中、さよならタイガー、ありがとうタイガー、頑張れ三沢。打てる、打て打て打て、鶴田のパンチを打っている。返されそうだ、返されそうだ、返されてしまいました。ジャンボ鶴田強すぎる。トップロープ何かを狙っている。大敵にまさに鶴の一声。カバー、カバー、もう一回飛ぶのか。マスクを眠りあたり十分苦しんだと思います。両足にはまだボルトが入っているんです。さあ飛んだ、決死のパンチャー、ポスト上段、新規の対決。飛び蹴り、飛び蹴り、蹴りが出てきた。さあスープレックスできた。ジャーマンか、ミサはジャーマンか、エルボーでかわした、ラリアットかわした、バックに回った、抑え込んでジャックナイフ、ジャックナイフ、惜しい。親の仇のつもりで行くと言っていた言葉通り、フライが来た。伊達に先輩が目指していない。それが完成されつつあるわけですね。今20分経過、ジャンプのレッド切ってしまった。どうだ、返した返した、よくも返した。さあ新兵器はどうした、スタミナが残っているか、ダメか、どうだ、2発目のジャンプのレッド、しかもまだバックドロップを出していない。カウンタク、バックドロップだ、返した、足を蹴って返した。コーナーポストを蹴り返したね。コーナーポストを足で蹴って返した。さあ両選手立ち上がった。よし行きますよ、どうだ、ダマン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 、コーナーに押し込んだ、対角線投げた。あーヘッドバット、ヘッドバット当たった。しかしラリアットも当たった。相打ちになった。フルキックと右腕を痛めた。これはバックドロップにも影響するでしょう、ラリアットにも影響するでしょう。しかし足があった、スベス、芝く股間を打った、ワープレッター、芝と同じ形勢になってきた。これは三沢にチャンスですね。三沢チャーン、三沢チャーン、ハイになれ、ハイになれ、思いっきり戦え三沢。ジャンボ釣れた、なんという怪物、エイリアンか。しかしバックを乗った、バックを乗った、さあ2回した、あー思い切りました。三沢が勝った、三沢が勝った。この激しさ、全力プロレスに新しい時代降臨。
ヒーロー誕生。三沢が泣いてますよ。三沢が泣いている。なんという攻防でしょうか。三沢コールに包まれています。嵐の船出、そして嵐の決意、仮面を脱いだ27歳三沢に光る。鶴田さんからピンホールを取ったっていうのが、まあ、考えられなかったんで、あの時は、まあ、僕も正直嬉しかったですね。当時プロレスについてどんな話をしていたのか。いや、普段あの人そういう仕事の話はあんまりしないんで、超世代って言われてた頃はもう試合終わったら毎日一緒でしたね、うん、そうですね、まあ、飲みに行くのもあるし、まあ、その地方行けば地方行ってお付き合いもあるだろうし、はい、今どんな話してたって思い出さないですね。それくらい飲んで食べてる時はくだらない話しかしてなかったんで、だから、うん、リラックスできてたし、僕はあの頃はそういう精神面では楽でしたね。本当にプロレスやってて一番その頃って、まあ、楽しいっていうのはおかしいですけど、いい時期だったんじゃないかなと思います。そして後に四天王と呼ばれる仲間たちが三沢について語る貴重な映像が残っていた。三沢さんっていうのはどういう存在ですか。そうだね、同じ年代だしね、気が合った仲間ですね。生活でも、まあ、こういうプロレスのことに関してもやっぱり、まあ、兄貴分みたいな感じでよく世話になって、まあ、三沢さんを見らなってね、よく、まあ、頑張っていこうと、そういう感じですね、まあ、兄貴分みたいな感じですよね。しかしリングの上ではきつかったという。タイガードライバーいくつ、ああもう死んだからと思うんですよ。果たしてデンジャラス系と呼ばれた男を恐怖のるつぼに落とし込んだタイガードライバーとは。抱えた、殺人タイガードライバー。その威力には三沢自身も驚嘆したというタイガードライバー91、まさに一撃必殺の技だ。脳天から落とされる技より首がこう90度に曲がった状態で松坂様に落とされる、だから投げっぱなしジャーマンにしろ、そういうっちの方がきついんですよね。生死をかけ共に戦ってきた先輩の訃報、川田はどう受け止めたのか。広島の会場に、見に行っていたお客さんがいて、そのお客さんから、電話があって、すぐ、ちょっと危ないかもしれないっていう、いやああいうようなことになるとは全く電話もらった時は思ってないですね。満身創痍で最後までリングに立ち続けた三沢、川田はどう思っていたのか。三沢さんのあの性格だから休めって言っても、あの人の性格だと多分休まないと思うんですけど、でもそれでも周りはもし分かってたんだったらもう無理やりでも休ますべきだったんじゃないかなっていうのは思いますね。ただ周りの人からしてみれば、三沢さんに言っても三沢さん聞かないよって言うんかもしれないけど、ひどい時はもう本当に全く歩けないで、バスから会場までも入れないで、スタッフが台車で会場まで三沢さんを運んでた時でも試合は一応してましたからね。まあでもその頃っていうのはもう本当に今では考えられないぐらい、どこの会場行ってもお客さん超満員、入りきれないぐらいでしたよ。そうすると今度は三沢さんが休むわけにはいかなくなっちゃうんですよね。
とかそのあっち痛いこっち痛いっていうのをしょっちゅう聞いてましたけど、なんかこう気持ち的な弱音を聞いたことっていうのはないですね。まあ、気づかれないようにっていうのもおかしいですけど、でも見てればね、僕なんかは分かりましたけどね。リスクを考えない人だなっていう。普通リスク考えたらなかなか行動って起こしづらいじゃないですか。それをあんまり考えない人だなっていうのはありましたね。まあ、それが魅力なのかな。まあ、高校1年生から僕ずっと一緒だったんで、それからね、プロレス入ってからもずっと長くて、まあ、一つ上にあの先輩がいたからこそ僕もプロレスを長い間続けてこられたのかなって。でそういうまあ人がまあいなくなっちゃったわけだから、その時点でもう気持ち的にもうリングに気持ちがいかないんで、僕はそういった面ではやっぱりあの人がいたからプロレスラーとしてやってこれたかな、そう思います。三沢が若手の頃から対戦することが多かった先輩レスラー淵正信。俺から見たら声優だな、うん、お互いあいつも俺もね、俺も彼もリング上では結構痛めつけたし、彼に痛めつけられたっていう、それで後楽園武道館あるいは地方なんかもお客さんを一生懸命やった、こっちもねマッチメーカーという部分でいろいろ苦労した部分もあり、それに彼が応えてそれ以上の頑張りを見せてくれた部分でいうと、古い言い方で申し訳ないけど戦友的な感じするな、最初の印象はね。だからそう、彼がね入門した時とあとデビュー戦の時は実を言うとね、俺知らないんだよ。アメリカにちょうどねアメリカ遠征中に彼がね、入門したっていうのは、まあ聞いて知ってたんだけれども、だから俺がアメリカから、戻ってきた時だね、初代名は1983年のだから、8月か。もうなんかそれで僕と、細かったけどね、まあその時はそういうのは これが三沢かっていう感じで、そんなにわっていた印象なんかないよ。でそれからでもねすぐねもう 2,3 ヶ月ぐらいしてからもう試合をねやったんだよね何回かね、その時にやっぱりうまいなと思ったよ。もう気温もしっかりしてるし、あの技の、一つ一つの、かけるのもね早いしね、まあ、こっちもね若かったからね、まだまだ こんな死んで死に負けてたまるかという部分もあったから、こっちはねアメリカ3年間苦労してから持ってきたから、だから変な意味じゃあるけど胸を貸すような感じだったよ。こっちキャリアがもうこっちはもう10年ぐらいあったし、向こうはもう1年ぐらいあったからって感じで、逆に言ったら俺のあの議論にねついてくれるかみたいな感じでやってたから、なしなくてももうそういうのは俺あんまりアドバイスはしなかった。もうプロレスというのは見て覚えるって感じだったから、でまああいつもそうやって体育会系でやってたからね、礼儀とかみんな知ってるし、まあもちろんそうだけどね、この世界はもちろんそうなんだけれども、まあ飲み連れて行ったとそっちの方に行ったからな、そっちの方も教えたからあちこち飲み連れて行って結構ね、まあ、みんな付き合ってくる、まあ当たり前だけどな、先輩が言えばだから後で聞いたらあいつ、腰中が言ってたけど、いや淵さんあんまり、実はお酒飲んじゃダメって馬場さんに言われてるんですよ、三沢にね関しては。どうしたんです、いや実はちょっと肝機能障害を起こしまして肝炎みたいなことになって、わそうだと、こっちは散々飲ませた後にそういうふうに言われてね、言うことがあったなあいつ、それで、で馬場さんには内緒にしとけって言ったけど。デビューから2年、
若手を中心に行われたリーグ戦ルーテーズ杯で決勝に進出。対戦相手はデビュー戦の相手でもあった淵さんの話にも出てきた星中志郎。さあロープに飛ばして三沢が逆転技を出すか出せない。腰中がそのままもう一回ロープに飛んでロープの反動を利用する。三沢がジャンプ、さあ待ち構える。何を持っていくか、ドロップキック、カウンターのドロップキック。まず空中殺法を三沢が出してまいりました。このキャリア2年目20歳の三沢ですが、こういったこのダフのファイトを先輩に真っ向から出していくってところはいい根性してますね。やっぱりその辺が優勝戦ですからね、負けちゃいらんないですね。リングに上がれば先輩も後輩もありません。さあ腰中がブルドッキングネットロック、いや違います、体を入れ替えた。三沢が何を持っていくか、まずサマーソルトで体を入れ替えて、今度は馬乗りだ、そしてそのままエビ固めだ。ルーテーズカウント10、ルーテーズがカウント2を告げました。ロープに飛ばしてヒップアタック、あのチャボゲレロを思わせるようなヒップアタックを三沢の顔面に見せます。非常にハイアングルでいいですね。さあコーナーマット最上段フライングのボディアタックだ。さあどうだ、さあ体を入れ替えた年中志郎カウント2。ゴリラホールタイドライバーに持っていけるか、ゴリラホールタイドライバー返しだ。しかしそのままエビ固め、エビ固めカウント3。年中志郎先輩の意地を見せます。この試合を契機に三沢は腰中と共に海外武者修行に出発した。淵が三沢と再会したのはそれから半年後だった。何を食べますか、誰だっす、言わないのよ、うん、ケイタの道場に行ったらこの人がちょっと三沢が降りてきて、お疲れ様ですって、メキシコが、メキシコが持ってきた、この子のなんかタイガーマスクとかなんか来るらしいから、ちょっとお前なんかあれだろ、まあ、練習相手でお前なるんじゃないかって話してた。いやすいません、あ僕なんですって。もう体操選手だからすごいこの宙返りとかすごいできるから、あそうか、それ考えたらもう適任だなっていう部分があってね。淵も納得の三沢タイガー、ファンは2代目タイガーマスクの登場に胸を躍らせた。高いジャングルをきらびやかに駆け巡る新時代のタイガーマスクであります。ファンの期待を一身に担ってニュータイガーマスクがデビュー戦を迎えました。さあやってまいります、子供たちの夢を乗せまして大きく羽ばたけタイガーマスク。さあマットを翻してトップロープにおそらく立つことでやりましょう。タイガーマスクです。非常には腰が決まります。次元甲子園でデビューを迎えます。ということでその個性を見たいですね。そうですね、ちょっと大きく相手を両方の足に乗せまして投げ飛ばします。今度はドロップキック、これはいい角度で当たりました。場外にラフィエラを飛ばして今度は思い切って助走をつけて、おっと1回転した、1回転してエプロン、一旦リングの中に戻ります。一旦リングの中に戻ります。3500人のお客様が全てタイガーマスクに釘付けでありますので相当プレッシャーを感じているでしょう。今度はフライングボディアタック、そのまま抑え込んだ、カウント2まで行きました。さあタイガーマスク、ここは何を持っていくか、トペスイシーダーか、トペかトペか、ブランチャーだ、ブランチャー、豪快にブランチャーに行きました。期待を一身に担っているタイガーマスク、エルボースマッシュから今度はチョップ攻撃に出ました。やや虎のマスクを気にするタイガーマスク、さあ思い切って飛んだ、そしておっと1回転、1回転した、着地はうまい。今度はおっと、いわゆる空手の技、空手の技、ミドルキックを見舞いました。ミドルキックを奪って、そしてバットを向いてスワープレックス、スワープレックス行ったぞ、そのまま決まるか、バッターの決め、見事なスワープレックス、タイガースワープレックス84という技です。タイガースワープレックス84。その翌年タイガーマスクになって1年、宿敵小林邦明から NWA ジュニアのタイトルを奪取した。トーブラに回ってバックの取り合い、バックの取り合い、あジャーマンスープレックスホールド、これはどうか、カウント2、カウント2、そしてもう1回いくぞ、もう1回いくぞ、カウントどうだ、どうだ、カウント 2.5、 まだですね、まだまだ決まったですね、もう一発欲しいですね、もう一発、ものすごい一戦となりました。大松山さんからもう一発欲しいと言いました。思えばタイガーマスクが 6.21 負けた時もフィッシャーマンズスープレックスを2回連発して敗戦になってしまったんでありました。さあもう一回行くとタイガースープレックス84、85。
デビュー戦を飾りました。そして第17代ニューチャンピオンの誕生であります。やはり全日本とね、全日本プロレスの練習の基本としてやっぱ受け身の練習があるんだよね。1日やっぱり最低100本もう最低だからね。あとはもう200本の時もあるし、それを超えてくるんだけど、それを徹底的にねやらされるんだよ。後ろの受け身、前の受け身とか横の受け身とかね、やっぱりみんなね受け身うまいんだよね。でその中でもやっぱり、それに対して、やっぱりね、アマレス以外にも体操の基本があるからやってたから、体操の選手です。それをね、その経験をね、いい方向に彼はこう持ってたね。だから受け身のうまさは天下一品だった。ガッと投げられる時でもさ、自分の場で脱がしてこの辺で取らないでこの体を返すとかね、それだけでもすごかったろ。見た目もすごいしさ、だから本当はね、背中全体で取る受け身を何百本で取っていながら、もうだんだん最後の方はもうみんな投げる方ももう際どい投げだ、三沢なら受けれるんじゃないかと。すごい投げ方をさ、外国人レスラーね、ウィリアムスとかハンセンなんかやってたけれども、そんな中でもうやっぱり、三沢の受け身、プロが、他のプロレスラーが見てもうなる受け身プラス、初めてプロレス観戦をして、観戦をしても脅威と感じるほど驚くような受け身という部分で言うと、それを一番最初にしたのは三沢じゃないかな。やっぱりエルボーだね。最初一発二発はね、こっちもそうはいかないし、こっちもパンチで返したりとかさやったんだけれどもね、もうだん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 ね、これさっき言ったように気の強さが出てくるんだよ。もうエルボーね、どんどん一発目も二発目、二発目よりも三発目、四発目、五発目とかね、そのうちトップローガーのエルボーなんか来た時に、ちょっとね、こっちは油断した弁があって、不意打ち的なもんでね、伸びたことあったのよ。そしてエルボー、二倍返し、三倍返しが始まったぞ。そして右のエルボー。三沢といえばエルボー、エルボーといえば三沢、まさに三沢の代名詞だ。さあエルボーだ、上から下から、上から下から、上から下から、裏ついた、裏ついた、エルボー、エルボー、エルボー、スピンエルボー、回転エルボー。そんな三沢のエルボーが最高の輝きを放った瞬間、ウィーナー、ウィーナーのウィーナー、それは強烈なエルボー一発で不沈感をマットに沈め、初の三冠王座に輝いたこの一戦。三沢の左にエルボードロップ社会上げました。あ、これは鉄則、いや鉄柱か、鉄則、鉄則ショルダーアタックです。やはりスタンハンセン、左の肩を集中的に運動無用の攻めを見せます。そうですね、三沢らしいところはやっぱり出てきてないんですよね。またもやロープギアの攻防、スタンハンセンロープを利用した三沢の左肩殺しを行っております。さあ一つ返しました三沢。エルボー、さあエルボーの貴公子、肘のコンヒデルか、あ逆に振られて、と一回転したカウンターのキックだ、ヘッドバット、エルボー、肘鉄砲、あさあスタンハンセンが前傾姿勢を取った直後、危ないドロップ、しかしスタンハンセンの表情はまだ完全には消し使っていない。あ魂にも投げた、危ない、かわした、飛びつき、飛びつき、飛びつき、腕十字、飛びつき腕十字、あーどうだ、下半身もんでく、下半身もんでく、どうだ、あーブロックバスターに返されてしまいました。さあ今度は一転してハンセンペース、抱え上げたオクラマスタンピードが、あーショルダーバスター、腕を取った、腕引き
巨大なうねりとなって生命体となってまいりました。さあまさに昇天の館日本武道館三冠統一ヘビー級選手権試合、三沢が先に立った。危ない危ない危ない、気をつけろ気をつけろ、ハイキックハイキック、エルボー、エルボーのフロンティアスピリー。さあ起き上がれ、反戦か三沢か、反戦か三沢か、どちらが、三沢だ、三沢が起きた、三沢が起きた、三沢が起きました。三沢が体を返す、さあどうだ、あー取った取った、三沢が取った、絶対の感動、その瞬間を我々は待っておりました。そしてフェイスロック、この技には特別な思いがあると淵は言う、ギブアップを取るということで、やっぱそこで一つのプロレスの、あのスリルが生まれるんだから仕事でさ、うん、でいろんな技を 足技から、腕技とかもういろんなのをね2人で研究したのよ。でその中でうんってことで、うん、顔面も自分はそういえばあんまりないなってことで、うん、それでフェイスロックはじゃあどうやってやるかって感じでさ、もうお互いに決め役をして、そしたら腕をこう足普通のようにこう締めてても、こう腕でこうやってやるかってことで、 ある時俺がこの腕を足でガッとこう持ってたわけよ。でこんな感じになったわけで、ガッと締めたわけ川田だったかな、タオイだったかな、もうすぐギブアップしたんだよ。このミサがまた俺でやったわけ今度俺もすぐギブアップしたんだよこれはすごいね、効くな。だから2人 の俺とミサのオリジナルな、まあ、一番最初のだからその技を食らってギブアップしたのが俺なんだけどね、うん、こういう辺でどっちが先に出すかっていう感じでこう隙を見たんだけど、結局あいつの方が勝って先に使われちゃったで、ね、うん、まあ見事ギブアップ、こっちがギブアップしたんだけれども。このフェイスロックの威力を満点下に知らしめたのが、怪物鶴田から日本人初となるギブアップを奪ったこの試合だ。どうしなくても分かっている、2人の連携、さあダブルのキック、2人の連携が生まれる、鶴田タウフにはない連携が生まれる、ブレンバスター20分経過、ダブルのエルボー、さあ三沢、三沢ジャーマン、ジャーマイク、ジャーマイク、ああ顔面でエルボーを食らった、フライングボディか、いやラリアットかわした、ジャーマンいけるいける、エルボーを食らわした、ジャーマン、ジャーマン、やるときはやる、決めるときは決める、フェイスロック、フェイスロック決まっている、タウエリッシュのカバーもなりません、決まっている、決まっている、鶴田ギブアップか、川田もフェイスロック、川田も同時でスリーパー、同時でスリーパー、同時でスリーパー、落ちた、ああギブアップ、鶴田がギブアップ、鶴田がギブアップ、三沢が武道館で再び男になりました。うん、結構執念を感じたよね三沢のね。で鶴さんがちょっと、レフリーの和田恭平のなんかをこうサツを含んでこうした時に、ああこれやばい、もしかしてギブアップかという、そういうのそこで初めてこうちょっとこう、心配したよね。あれは悔しがってたね。まあ本人はいやもうあれ自体は決まってなかったよ。俺はこれ歯が折れるんじゃないか、それは心配でギブアップしたとか、まあ強がり言ってたけど、かなり気づいたんじゃないけど。三沢と淵、ノアと全日本に袂を分かった二人だが、不思議な縁で結ばれていた。マクドマリーね、実はね。で亡くなるあの2009年だよな、三沢亡くなったもんね。その時のね、春先にね、俺実は銀座で会ってて、おお、俺がね、なんかが言った店にね、三沢はね一人で来てんだよね、銀座8丁目のさ、その店にさ、スーツ着てネクタイ締めてこう日が生やしてね、俺も何ヶ月がぶりぶりおおっちか偶然会ってね、こっちは2人か3人かで一緒に見たら、三沢一人で来てて、
どうなんだろう、来てるのかって言ったら、いや、今日初めてなんですよ。なんか、まあ、なんか全部貫禄ついて太ったなって話ですね。そら、いや、大変ですよって言ってね。いい感じで、なんか焼酎飲んでたな。多分焼酎だな。あれは偶然だったな。お前、貫禄ついてたな、どの方式で、こう、肩とか腹とかも触った、もう覚えてるよ。それが、うん、最後だったな。この話はあんまり誰にも話してないんだけど、うん、そんな二人だがプロレスにかける思いは同じだったと淵は言う。だから結構さっき言った気圧多くてね、うん、気圧多くあったけど、やっぱり、うん、これは俺が感じたんだけど、やっぱ俺もそうなんだけど、もうプロレスというものにすごく愛情を持ってたよね、うん、何にしてもプロレスというのはやっぱりどっか優しさがないとダメですねっていう話を俺とこう意見がしたのよ。例えばファンに対して、まあ、もちろん対戦相手に対して、例えばリングを真ん中に置いてプロレスラー360度こうお客さんが 見てるわけだよ。その見てるお客さんのこっち側サイドじゃなくて、こっち側のサイドにもそのある意味優しさというかサービス精神的なもの、ね、ものを見せなくちゃいけないという話をね、うーん、大概飲んだ席で違うような話ばっかりだけどね、もう女の話とかもう酒の話なんだけど、そういうような話をねしたことある。実はその時2人の意見が一致したことあるな。ああ、こういうような話は多分俺とお前ぐらいしか戦ったものじゃないと分かんないなっていうことでね、まあ話は終わったんだけど、笑いながらね、もう夢があってやりがいのあったあの90年代ね、その時代をね、一緒にその、三沢と共有、三沢と共有できたっていうのはやっぱり、うん、お互いにとって素晴らしい、いい思い出だね。三沢がいなかったら、あの当時の、あの、その全日本プロレスの、あの、一番の黄金時代、馬場さん自身もしてたからね、もうとにかく、あの、俺が社長になって、今一番、いい時代だと。一番最後に会った時にね、そういうような話もね、もうちょっとすればよかったんだよね。でもその時はなんかまだやっぱり全日本のまっていう部分があったから、そこまであの時は良かったなっていう話をねまだできなかったんだよ。だから今後悔するわな。そういう話はぜひしたかったと思う。うん、最近なんだか活力が湧いてこないというあなた、オルニチンの力をご存知ですか？朝がいいってなるでしょ、あれ本当なんですよ。オルニチンとは私たちを元気に保つために必要なアミノ酸の一種で、共和発酵バイオのオルニチンはしじみ300個分のオルニチンが一粒に。朝のやること結構あるんですよ、全部パッ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 とこう、まあ、それはやっぱりオルニチンが支えてくれてるなと。すでに120万人以上の方が体験されています。しじみ300個分の元気で朝からシャキッと、共和発酵バイオのオルニチン、初回限定なんと500円にてお試しいただけます。さらに全国送料無料。お申し込みは 0120-63-8585 63-8585。私も毎日飲んでいます。さあ行くぞの気力が違いますよ。2014年も日テレジーダス、ホーム全試合を完全生中継、試合が途中で切れないのは日テレジータスだけ。加入者限定の貴重なプレゼントも盛りだくさん。詳しくは日テレジータスホームページまで。ジャイアンツをたっぷり見るなら日テレジータス。映画専門チャンネルムービープラス、6月のおすすめは天才強盗に仕掛けられた罠、パーカー。リュック・ベッソンが送るニキータ・レオンに続く新たな伝説、コロンビアーナ。誘拐されたのは銀行強盗の娘、タイムリミットは12時間。ゲットバック。ご視聴に関するお問い合わせはムービープラスカスタマーセンターまで。高山義弘、UWF インターから全日本、そしてノアへと戦いの場を移してきた若き日の帝王が目にした三沢とは。そうだよ、まあ
リング上でもリングの外でも本当に何ていうか男らしかったね、うん、いや全日本間の時はそんなには突っ込んだ話はしてないですね。ただやっぱりもう何だろう、あの人って言葉数少なくてもう背中で語る代名詞みたいなもんだから、うん、だから三沢さんについていけば間違いないだろうとみんなが思ったね、あの時は。2000年、新たなステージを求め三沢は新団体を設立した。株式会社プロレスリングノアで、やっていきます。三沢社長のもと選手スタッフ一丸となって船出したノア。団体のテーマは自由と信念。選手それぞれが自由な戦いができる理想のリングを求め、緑の箱舟は出航した。今日この場からノアは新しい戦いへと出発します。夢と希望を胸にこれからも力を合わせて頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。対戦した中で一番印象深い試合ありますか？一番そうね、やっぱGHC のタイトルを決定戦かな、あの時は本当に何だろう、自分でも出し切ったけど勝てなかったし、翌日熱出して寝込んだから俺ダメージ強すぎて、やっぱりその前にチームとしてはね、ノンフィアのチームとしては結構上がっていったけど、個人としてはね、あれがきっかけだったかもしれない。プロレス界の帝王と呼ばれる男の始まり、それがこの試合だったという。初代 GHC ヘビー級王座をかけたノアにとっても歴史的な試合。三沢は一瞬に立った。この組織に輝く GHC、 手にするのは三沢か高山か。まずは静かな立ち上がりで、さあ一撃だった。背中に重いキックが入りました。足をまたつかせます。あっと、なんとも大胆不敵なカバー。あ、それは三沢のプライドでしょうか。手で跳ねのけました。そして今度はニュートラルコーナーのトップに三沢が立ちます。リングの中に高山、あっと膝が立っていた。ピーリストの迎撃、三沢悶絶。怖すぎる顔が近づきます。三沢がそのプライドのこもった右肘でエルボート、おエルボー打ち返した。踏み込んだ、さあ踏み込む、ハイキック、おっと魂と魂のぶつかり合い、肘が勝った。三沢の右肘が勝った。超満身の割合、この試合が三沢ゴールデンには三沢が勝った。投げる投げる、この角度ジャーマン全力で、おお三沢返した。さあ無理やり、この角度完璧なジャーマン、ノアの勝ち取りを襲います。あーっと正面から行った、ギラチンが落とした。これはん、多分正面から蹴りった時に入ったんですかね。あのですか、はい、キック一歩も引かない両雄だ。この戦いがまさに GHC だ。あーでも、あーっと両雄エルボー、エルボー、エルボー、ミナレージ
今まで何本ものベルトを巻いたことのある三沢選手ですが、この新しいベルトの感触というのはやっぱり違うもんでしょうね。いや、一番嬉しいです。ノアのプロレスはもっともっと面白くなりますんで、期待していてください。ありがとうございました。エメラルドフロージョンで松坂さんが抑えた時はもう死んだと思った自分で。自由と信念のもと、三沢は次々と夢のカードを実現させた。ついに現れた、箱舟の甲板に突如現れた破壊王、橋本真也。ついに三沢を引きずり出した橋本真也。いくか、いった、バーンと飛んだ、来た、歴史的な打撃戦。ランニングエルボー、ランニングエルボー、膝をつきました。おっと、思い切りギリティ、ジャンピングしてのギリティ。試合の権利はあるか、試合の権利はあるか。三沢の首を刈るか、狙うは三沢の首、ただ一つ。さあ、笑顔のカット、しかし離さない橋本。スリーパー、スリーパー、ボンエルボー、両の腕、日本雑誌タイムアートライバー、隠れ決めた。ワークを止まらない橋本、セコンド陣乱入。長野、ダブルでエルボーを打った。長野がグリーンの中で上がった。今度は限界キック、エルボーが限界キックに共演だ。今度は三沢が取っていった。エルボーのスシーダー、長野が乗せる、長野が乗せる、長野が乗せるんだ。まさか長野が飛ぶな、飛んだ、長野が飛んでを見せた。三沢と長野、今のは新日本のコラボレーション、グリーンのマットで花開いた。今度はおーと、これはいった。あー、ナチュラルダイナミックのクリラノーカー、わー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 、なんてことだー。とんでもないことが起こった。タウエが飛んだ。今度はダイナミック岸田サイキック、何が起こるかわからない。行くぞ、俺がタウエだ。わー、乗った、飛ばした上の技の共演。さあ、フェイスロックのSDF、三沢長野が一番上だ。三沢フェイスロック、長野が SDF、 プロレス界の重鎮、王者のお二人が次の世代を締め上げていきました。そして東京ドーム初進出を果たしたのは、二人の天才がついに相まみえる。この大一番を迎える直前、海外遠征中の三沢は大会への意気込みを語っている。東京ドームをやろうと、その決断に至った経緯っていうのは。そうですね、まあ周りからはね、いつやるんですかっていうね、声が多くなってきたのもありますしね、まあ、いつかっていうのは、まあ、畑ね、した時からありましたので、ね、やっぱりレスラーね、人前に出るね、仕事なんでね、いつかは本当大勢の前でっていうね、あと若い人間をね、本当にそういう経験をさせてあげたいっていうね、そんだけの大きい会場をね、で、まあ、お客さんを盛り上げてやったっていう自信にはつながると思うんですよね。まあ
その後ね、まあ、終わった後に何を感じるかは、まあ、個々のね感じ方ですけどね。武藤という相手選手はどういう存在なんですか？そうですね、まあ、俺本人よりもね、周りがこう昔からね比べてたっていうか、意外と比較ね、はい、されてきた選手なんでね、俺自身はあんまりねこう、まあ、まあいい選手なんだろうなみたいなぐらいね、はいはい、まあ、最初はそんなもんでしたね、まあ、こうそうやってね周りからいつも言われるとね、やっぱりこう気になっていくもんでね、まあ、それから昔からね見るよう、ちょこちょこ気になってね見るようになってる、あ、まあ、いい選手だと思いますもんね、体も、まあ、僕よりもねあるし。武藤選手からは恋人発言も出ますけども、まあ、恋人というのはちょっとね俺はねもう恋人を集う場合はもうね女性オニーなんでねドリームマッチ、それが夢ではなくなった。ショルダー、まずはショルダーのぶつかり合い、受けている、一つがこう決まる感じがいたしますね。あ、これは抱え上げて三沢に見せつけるようにしている、やめろ、究極の三沢の着地が、三沢のプロレスが面白い、これが現代のプロレスだ。エルボー、あ、エルボー、向こうがエルボーだ、エルボーで張り合っている、しかしこれがドライバーの体勢、エルボーかわした、あー、落ちた、インドドロップキック、ドラゴンスマッシュ、三沢が渦を巻いて押し切った、シャルダー、確かに三沢と武藤がプロレスを見せてくれました。ブレイズジャーブイーン、どこかで見たぞ。そしてその後ろは、またノアでは様々な手法を凝らした大会でファンを楽しませた。こちらはハロウィン限定、参加選手が全員マスクをして戦うというもの。かぶってもかっこいいぞ、マルフジー直道、疑問系であります、クエスチョンリオン、トラより強いライオンマスク百獣のリオン。プロレス界ではよくマスクをかぶると自分の力以上のものが出ると言いますが、いくぞ、プランチャー、エルボーできた、さあカットのヘル、ローリング蹴りに回った、あー、フメルさん、ライオン一回転、ファンは大いに喜んだ。心は強いからやから、絶対自分を曲げないし引かないし、それはリングの一つでもそうだったから、まあ面白いところではカラオケ好きだけどすごい音痴だったねそれもある意味人間味を感じて、何でもパーフェクトでやればたまんないもんね。そんな三沢がバラエティ番組に出演、川田小橋とともに歌とダンスを披露していた。今日は笑いで君の電話、僕も今そう思う。
かいですよね。だからリズム感ものすごくいいの。まあ、本当にもう食事とか飲みに行くとか、まあ、本当にもう後輩に気を使わせない人だった。慕われる理由だったりだろうね。ミスターリズムは逃げないことじゃないかな。それはやっぱり今言ったように逃げないこと、自分でダメだと思わないこと、自分で決めちゃう人多いからね。いや、ノア立ち上げた時に自由っていうことを挙げたことが全てだと思うね。自由だけど信念、信念ないやつが多いから、自由をもう得て信念ないやつはダメだけど、信念持って今もノアにいるやつらはミサイズも継承してくる。やっぱりね、自由にやらせるっていうのも必要だしね、自由にやってほしいしね、まあ、それがノアのね主義だし、やっぱりそうやってうちにね伸びていくもんだと思うしね、縛りつけるのはね最初の人としての基本だけだってね、リングの上はねあとは自分で自由にやってほしい。まあ俺も真っ先にフリーになっちゃったけど真っ先にフリーになっちゃったけど、まあまだノアにもあり続けるし、それは三沢さんにはかなわないけど目指すと思う。自由な戦いを求めノア旗揚げ後1年も経たずに退団した高山であったが、三沢はフリーとしてノアのリングに上がることを認めた。その恩情に感銘を受けた高山は三沢亡き今もなおノアで熱いファイトを続ける。戦友が語る三沢光晴、続いて登場するのはこの男、小橋健太。共に時代を歩んだ兄貴と弟分の関係はいつしか三沢も認める最強のライバルへと成長。戦うたびに激しさを増す2人の試合は師匠ジャイアント馬場をはじめ多くのファンを熱狂させた。ああラリアットラリアット巻きついた、トモシ抱えた抱えた抱えた、トモシ そんな小橋から見た三沢とは。言葉で表す、まあ、今先輩であり、ライバルであり、兄貴であるんですけど、精神的なものが強かったですね。試合をやっていても、組んでいても、やっぱりそういう強さっていうのを感じて、体が大きいわけじゃないけど、やはりそのプロレスについて、感謝することも多かったですね。コロナのプロレスであったりとか、プロレスの試合に対する心構えであったりとか、そういう表情部分も感謝にする部分も多かったと思います。三沢さんがタイガーマスクの頃だったんですけど、タクシーで後楽園に向かったんですよ。だからその時に、後楽園ホールのホールに着くまでに一つ前の信号があるんですけど、それまでは素顔なんですよ。素顔で一緒に乗ってるんですよ。で、一つ前の信号で赤で一応止まったんですね。そこで長さんマスクをかぶって、急に三沢さんがタイヤマスクをかぶったんですよ。そしたら運転手さんがバックミラーでわっとびっくりして、なんか恐怖の顔をしてて、それおかしくて僕は笑ってるんですけど、まあ、三沢さんいつも一つ前の信号でマスクをかぶっていたんで、まあ、いつもの構造だったんですけど、それがおかしくて、僕は初めてタイトルを取ったアジアタッグっていうタイトルがあるんですけど、その時はタイガーマスクを取ったんです。タイガーマスクとアジアタッグを取ったんですけど、で三沢さんがその防衛保持してる間にマスク抜いてやったんですよ。初防衛戦が
初ボイスがマスクをしないでタイガーマスクの途中に、そして明日のドームタイツはタイガーマスクなんですけど覆面がないんですよ。なんかコスチュームはタイガーマスクなんだけど覆面がない、なんと言っていいのか。その三沢さんと初防衛戦の、ジョニー・スミスとヘンリー・スミスとやって返上したんですよ。だからタイガーマスクから三沢三沢三沢に行く時にやっぱりそのタイトルを一緒に行ってアジアタイトルを持っていたっていう思いがありますよ。あれ脱ぐっていうのは事前に何か聞いてたりとかありますか？いや全然知らないです。今トッパ次に脱いじゃったんですよね。だからあのこれからアジアじゃなくて服を脱いでアジアじゃなくて世界に行くっていう話でアジアタッグ返上だったんです。僕初めて取ったタイプだったんで返上はしたくなかったんですね。まあアジアタッグの返上は残念でしたけど、まあ自分自身にステップアップしていこうという気持ちにはなりましたね。でもタイトルの返上というのは残念なんですよ。初めて取ったタイトルですからね。影響力だと思うのはやっぱり、ね、その気持ちの強さみたいですね。それとなんか僕自身も負けたくないっていう、三沢さんになんか負けたくないっていうそういうなんか強い思いっていうのを、これはもうこうプロレスっていうものでこう争えるそういうような存在だと思うんですよね。自由っていうのはこう楽なのに見えて、実は自由っていうその方向性が自由っていうことは道が決められてないわけじゃないですか。だから自由というのは簡単そう、楽そうに見えて実は難しいっていうか、でもその難しいのを取ったわけですから、頑張っていこうと、自分たちは後悔もないですよ、はい、自分たちの道を進むところを超えて、よかったと思いますし、三沢さんも今、そうやって、その選択肢を。道を選んでよかったです。まあ、亡くなってしまったんですけど、その道を選んだことに関して絶対後悔はないと思います。万人が認めた三沢対小橋の黄金カード。小橋は三沢との戦いをどう感じていたのか。三沢さんとだったら、もっと、前回の試合を超えれるんじゃないか、それはもうチャンピオンカーニバルの30分5勝であろうが三冠戦であろうがタイトルマッチは全然なくて、もうこの試合やったら次はもっとこの試合にもっといけるんじゃないか、どこまでもいけそうな気持ちになりましたね。自分自身には負けたくないという気持ちがそういう試合をもともとこう作り上げていったんじゃないかな。三沢さんも言ったのは自分自身に負けたくないっていうのを言ってましたし、僕自身はやっぱりその負けたくなかったですね。自分自身それが自分自身に負けたくないっていうことがやっぱり三沢さんに負けたくないっていう気持ちにもなりますし、それだけ盛り上がらせてくれる人でしたね。ノアのリングで見せたより高みを目指した2人の戦い、三沢対小橋のタイトルマッチは2003年の年間ベストバウトに選ばれた。売れました16,700人。これからプロレスが始まります。すごいよね、まず注目というかさ、矢島お前もファンも大興奮だなこれな。まあそんだけのもんはこの2人は出すんだろうけどさ、はい、ただ昔の会社のね、はい、夏目のだけにはしてほしくないよね、
やっぱ昔の会社からずっと引きずってる不安が今日来てると思うんだけど、その不安をいい意味で裏切ってほしい。プラスアルファのものということですね。そうそうそう、俺はもうそれが得意だ。あーっと、かわしたるそば、かわした巻き上げていった、こぼし、ヘッドした圧から、まずは立ち上がり、王者三沢、そして挑戦者こぼし、剛腕ラリアット封じに入れています。スリーポイント、スリーポイント、スーペックス、あったあった、組み替えた、オルボーで現役、そのバトビのドロップキック、さあ場外にこぼし、距離を測った三沢、スライディングキック、鉄柵を背にしているこぼし、なおも狙うか三沢、もう一度チラッと見た、一回転、レブロンサイドからいった、あー手先に前撃、あーそして今鉄柵にぶち当たった、平成逆転なるか、一瞬の切り返しでしたね今は。今危ないね、バックを取ったぞ、あー振れた、鬼になった小橋、ベルトを取りに来た、鉄棒から頂上へ、初めての GHC、 非常なる技を出しました、ターンが返した、飛びついて、ちょっと来た、コーナーパスの最上段、バックがあった、今度はリングの中、アフデルト連発、ノーテン、腕を取る、あそしてブルネルソンだ、ブルネルソン、さらに足を絡めて同時め、ブルネルソン締めに来た、決めに来た、小橋健太、呪文の表情を見せた王者三沢が苦しい表情、出血をしています。武道館は三沢コールになりました。三沢のエルボー、バックを取った、ジャマーン投げ捨て、立ち上がった、フランランの状態、カウンターのエルボー、タイガー、タイガースープレックス、投げっぱなし、立ち上がった、ローリングエルボー、ローリング手下切り、死闘激闘、ローリングエルボー、これがプロレスです。本物のプロレスだ。もう一度仕掛けた、タイガースープレックス、85、ナイス小橋、返しました、日本女子ダブルアームの体勢、まさか小橋が戻した、バッドドド、何花道からダイヤースープレックス、死んでしまう、花道からダイヤースープレックス2003、超人的な技、エメラルドブロージャン小橋、松坂様、 GHC はそんなに簡単に取れるものでは、返したなんと、と執念だね、小橋健太の本当ベルトに対する執念が示されたんだ。小橋は三沢のエメラルドを返しました。さあ切り札がなくなってきた三沢、しかし意識はあるか、畳みかける王者の三沢、中身のあるプロレス、ファンを裏切らないプロレス、さあ決める、決める、伝説の技か、抜けるか、小橋はこらえたい、あの技を捉えたい、記憶がよみがえる、三沢小橋、日本プロレス界頂上決戦、膝を当てた盤石の体勢、捉えた、高山さん、今あの技を狙ってましたよね。だね、あの一番危ないタイガードライバーだね。距離ができました、この距離はどちらに味方するか、ラリアット、エルボーと相打ち、ラリアット、エルボーをかいくぐった、ラリアット剛腕巻きついた、
小橋は立ちます。小橋が立ちました。頭を掴んだ。30分を超えました。再び血が出てきた。垂直だぞ。松坂様、ベルトへの執念、初挑戦で初体感か。本物のプロレスだ。地鳴りがする武道館、過去の15回の三沢小橋を上回っているでしょう。頭をつかむ小橋、バーニングハンマーだ。そこから行くか、取れるか、あとは落とすだけ。ブーイングを解いた。あと3秒。小橋が勝ちました。三沢さんがタイトルを取ったということに関してはやっぱりそれだけの責任と自分自身の責任というのを感じましたね。そういう責任がやっぱり一回一回防衛に繋がっていって、あえて2年間防衛に出たんだと思いますし、三沢が亡くなって5年、今小橋が思うことは、今の例えば若い人っていうのはジャイアントおばさんに例えば触れてない人多いじゃないですか。で、三沢さんもそのうち三沢さんに触れてない人って出てきますよね、時間が経てば。そういう人たちにこういう心を持っていて、こういう人がいたんだっていうことを伝えていければいいかなと思います。三沢の番記者として講師にわたり親しかった元週刊プロレス編集長、スポーツライターの佐久間和彦さん。そんな佐久間さんが知る三沢の顔とは、接してて見てて思うとやっぱり選手であり経営者でありっていう、こう二足のわらじを履いて非常に大変な思いをしているのはすごい分かって、だんだんこうね、目のクマがすごくなっていくのとかを見てたんですけど、まあ、一切こう弱音を吐かなくて、それでなんでなんですかねって話をこう聞いたときに、弱音を吐いてそれが全て楽になったり解決するんであれば意味があるけど、それを言ったところで誰にも得することがないから言ってもしょうがないだろうっていうことを言ってて、まあやっぱりそういう話を聞くと、まあこう精神的な強さっていうのを感じましたよね。はい。よくお酒も一緒に飲んだという佐久間さん、どんな話をしていたのか。そうですね、飲んでる時にその仕事の話をすると嫌がられましたね。ここは違う場所だって、まあオンとオフがすごくだからはっきりしてたんですかね。だから逆に言うとこう一緒に飲んでても楽だったっていうか、気をまあいい意味で気を使わずに済んだなっていうのはありましたね。はい。その時の3月だったんですね、その年の3ヶ月前ですね。それはすごくよく覚えてて、それが、別なサムライ TV さんの番組の収録の後だったんですけど、その収録が、まあ、ノアのこれまでを振り返るみたいな番組で、まあ、誰かマスコミの人に来てほしいということで自分のところに話が来たんですけど、ちょうどその前の日が出張で広島に行ってたんですね、くしくも。広島に行ってて、それでちょっと三沢さんが指定した時間に戻れないので、ちょっと僕は遠慮させていただきますっていうふうにちょっと待たせるのも悪いのでお断りしたんですけど、そしたらまたプロデューサー、その時の電話かかってきまして、三沢さんがどうしても佐久間くんでって言ってるんで、時間は何時でもいいから来てくれっていうふうに言われてですね、それで出張先から戻って駆けつけて、その番組の収録をして、まあ終わってから時間あるのかって言われて、まあ飲んでたわいもない話をしてて、こう最後にこう酒を酌み交わした時だったんですけど、すごく覚えてるのが、当時自分の子供がまだ幼稚園とかで戦隊ヒーローものにハマっていたので、伊佐さん戦隊ヒーローものが好きなのでそういう話をしていて、
歴代の戦隊ヒーローのヒロインでは誰がいいかみたいな、そんな話をしてたんですよ。それしか記憶に残ってなくて最後に読んでた時の記憶がそれっていうのはちょっとどうなんだろうなと思いつつ、それもまあ三沢さんらしいなっていうふうに思いますね。はい、ヒーローものが好きだったという三沢さん、三沢家に眠るお宝グッズを紹介した番組があった。お邪魔します。あ、ここが三沢さんの、三沢さん、あ、ライオン丸じゃないですか。あまり触れると壊れます。あ、これ、はい、壊れますってか、これじゃあもしかしてご自分でとか。そうそうそう、お作りになったの。仮面ライダーのなんか人形のコレクションとかですよね、これって。でも、まあ、子供もね遊ぶんで、まあ、だっても、いや、でもここは三沢さんのお部屋ですよね。もう一応どうなんですか。ライターも随分ありますね。デビルマンだ、やっぱりアニメだ。この中全部一緒なんですよ。あ、そうですか。入れないって。やっぱり大きいですね。当たり前ですけど服が。だからね、倍場所取りますんでね。はい、どうした、これテレビの通販で。これね、これ意外といいですよ。でも狭いですからね。これでいいですけどね。あ、こうですね、大体ね。はーはー、こう、あ、これをね、おお、これ腹筋、腹筋、腹筋です ね、 ね。当時週刊プロレス編集長だった佐久間さん、その時取った行動とは。現場の記者に対しては、カメラマンに対してもルール違反をするなってことだけは言ったんですね。要は何かネタを撮るために入っちゃいけないって言われてる場所に入るであるとか、まあ、ノアの西永さんが確かその時は対応してたと思うんですけど、そこで何か発表があったこと以外のものをこっちで抜き出すようなことはするな。やっぱりネタを撮りたいっていうのは現場の人間もちろんあると思うんですけど、それ以上にこう一番三沢さんが重視していた物事をしっかり守るというか、不義理をしないというか、そこの部分は俺たちは絶対やっちゃいけないってことだけは自分の中では、まあ、無意識なのかあったんですね。なんとかしなきゃいけないとは思ってたんですけど、ルール違反だけはするなっていうことは言ったのは覚えてます。その後どういうちゃんと指示を出せたのか覚えてないんですよね、正直。最後にあったのはシリーズの開幕戦、あの時のだと思いますね。その時は本当にそのシュープレに移動してきたばっかりの記者を紹介して、よろしくなって言ってニカって笑って消えてったんですよねあの扉の向こうに控室の方ですね。その最後の笑顔しか残ってないんですよ。リング上では絶対見せない顔なんですけど、バックステージで何か冗談言った後に見せる顔なんですよね。それがもう印象として最後に残ってます。だから最後笑顔なんですよ、僕の中で残ってる印象っていうのがリングの上では決して見せることのなかった笑顔。しかしリングを降りた素顔の三沢は人懐っこい笑顔を見せる。母校足利工業大学附属高校を訪れた三沢、ここでも三沢の素顔が垣間見える。あ、どうも、よろしくお願いします。いらない、いらない、嫌だよ、飽きたけど。抜けないですか。あ、抜けない抜けない。下はあのアルミのあの鉄板なんだから大丈夫、絶対抜けない。あ、抜けない抜けない、やばいな。あのね、3人乗ったことあるんだから。よいしょ。3人っていうことは180ぐらいの人間余裕は乗って走れたんだから大丈夫です。じゃあ、たんじゃあキリチョンだな、ケツ。はい、バイバイ。うんと、ゆっくりね。そう、そのくらい、そのくらい。オッケーオッケー。三沢の顔に自然と笑顔がこぼれる。ありがとうございました。気持ちいいですよね。ハリ、ツヤ、潤いが足りないあなたに、化粧水の後これ一本もちもち。あの美容液オイルがコースでなんと1980円。親子で1ヶ月体験。
口元の張り不足でお悩みの松野さん、目元の乾燥による小じわが気になるお母さん、お肌の状態はなんと水分量だけでなく皮脂も不足していました。私には皮脂がない。そう、お肌の潤いを閉じ込める皮脂は年齢とともに急激に減少、50代では20代のなんと半分。お肌は乾燥し、ハリ、ツヤ、潤い不足に。そこで美容液オイル1ヶ月チャレンジ、果たして。おお、ご覧ください、このお肌もっちもちです。皮脂がとっても大事だなと思いました。さらにお母さんも、果たして。おお、ご覧ください、このお肌。この年でお肌がもちもちなってるんですよ。どうです、このハリ、ツヤ、潤い。こより美容液オイルは20種の和漢植物エキスを配合した美容液と4種の植物オイルの2層タイプ。美容液層がハリと潤いを与え、オイル層が皮脂を補い、潤いを閉じ込め、もっちり。1本3役、化粧水の後1本で OK。 もちろん無添加、さらっと使えてベタつかない。満足度なんと 94%。 美容液オイルと化粧水1ヶ月分のお得なコース7879円がなんと 74% オフの1980円。スキンケアセット付き、しかも送料無料。さらにさらに50万本突破記念、便利なバッグもプレゼント。30日間全額返金保証、30分間オペレーターを増やしてお待ちしています。0120-520-520 520-520 今すぐ。三沢光晴最後の試合をさばいた西永レフェリー、スタッフから見た三沢とはどんな人物だったのだろうか。僕を、まあ、レフェリーとして、まあ、一人前にしてくれた方、そういう場を作っていただいた、まあ、やっぱ社長ですね、会社の、はいはい、社長としては三沢さんどんな人ですか。そうですね、いろんなところを見てる方でしたね。リング上のこともそうですけれども、結構他の選手の試合も隅から見てたり、こう控室の会から見たりとかして、あとはもうそのいわゆる僕ら現場のスタッフの動きとかもそうですし、いろんなところをこう目をこう配って見てる人ではありましたね、はい。なんか西永さんが直接教えられたり、なんか助言いただいたとか、そういうのありますか。そうです、僕はやっぱり全日本からノアになった時に、そのやっぱりレフリーとしてはお前が一番上になってやってくれということは言われましたね、はい。タイガーのバンカー後方宙返り、ちょっとバランスを崩した、ちょっとバランスを崩した、タイガーマッチ、三沢光晴のレスラー人生、それは怪我との戦いでもあった。満身創痍で戦い続ける三沢、中でも下を向くのさえ苦痛だった首の怪我は深刻だった。それでも三沢はリングに立ち続けた。プロレスってすごいよ、これがプロレスなんだよっていうね、そんなやっぱり戦う使い方をしてね、三沢さんの試合を見て勇気を持てましたとか、まあ、そういう言葉をもらうとすごい嬉しかったり、まあ、俺もね、逆に俺ももっと頑張ろうという気持ちにさせられますんでね。そして迎えた2009年6月13日特に、まあ、いつもと変わらない感じではありましたね。特に何かが違うっていうふうには感じはしなかったですけれども、タッグのタイトルマッチでしたので、まあ、今日よろしくお願いしますっていうことは言って、まあ、普通にいつも通りを頼むなみたいな感じでしたね、はい。首どうですかっていう感じで、だまあ、変わんねえなみたいな感じの、はい。いつものように会場に流れる入場テーマ、しかしこれが三沢光晴最後の入場シーンとなった。
やっぱりちょっと動きが重いっていうのは感じましたけれども、あのただ、組んでた選手、塩崎剛選手だったんですけども、その彼を前面にこう押し出して、三沢さんはもうちょっと一歩引いた形でその彼をサポートするような感じの試合をしてましたね、はい、なのでちょっと逆にやられる捕まるところも多かったかなとは思うんですけれども、はい、試合開始25分過ぎ斉藤のバックドロップが決まる。斉藤さんはもうその後すぐ次の技に移行しようと思って構え、多分ラリアットをやろうと思ったのかしらないですけれども、こうちょっとこう待ってる、構えてる状況で、で三沢さん大体そういう時に技を受けるともうすぐその次の技に対応しようとこう動くんですけども、投げられたとちょっと動かなかったんですよね。そんな危険な落ち方ではなかったので僕は判断したんですけれども、全く動かないので、まあ顔を覗き込んで、動けるかと、大丈夫かっていうことを投げかけましたけれども、はい、でその時に、まあ大体いつもだと大丈夫だとか、まあ聞いたとかそういうことはちょっと投げかけてはくれるんですけども、まあダメだということを一言僕は言ったふうに感じたんですけれども、まあ後からまあ先生とか言うにはそういう状況ではなかったじゃないかと、でちょっとただごとじゃないと思ったんで、もうすぐ試合を止めました。はい、まあそのやっぱり動かないのでちょっとざわつき始めとなりましたですね。マスコミの方にっていうのは、はい、私から、はい、辛かったですね、はいはい、翌日の博多大会、開催中止と思われたが、スタッフ、選手は三沢の意思を継いで試合を行った。いない、いらっしゃらないですけど、そのちゃんときっと大会を、まあ、見に来るお客さんのためっていうのもありますし、その試合をな中止するっていうのは多分やっぱその三沢さんが一番望んでないことだと、それもみんなそう思いましたし、いつもと変わらないノアっていうものをそのお客さんに提供しない、あの 見てもらわないといけないっていうふうには思いましたね。その7月4日ノアの聖地である東京リファ有明においてお別れ会が営まれた。会場には2万5000人を超えるファンが三沢光晴を忍び別れを告げた。三沢の魂は
今もノアに生き続ける。緑のマットに宿りし永遠の三沢イズム。誰よりもプロレスを愛し、プロレスに己の人生の全てを捧げた男のプロレスへの熱き思い、その思いは今この男たちに引き継がれる。自由と信念、箱舟新章の牽引者健太、三沢たちが90年代に繰り広げた四天王プロレスに憧れ、全日本プロレスに入門した若武者もメインイベンターへと成長。5月の試合を最後にノアを離れ、次のステージを目指す。スポットライトは今一人の男を照らしました。ゴーストスリープ、高島が眠った瞬間、健太。まあ、昔からずっとファンの時代から見ていて、もう憧れももちろんありましたけど、でもまあ入ってからはもう自分の中ではもう社長というか、そういう感じもありましたし、でもやっぱり社長と話、三沢さんと話するときはやっぱりすごく僕は緊張しましたね、やっぱり、はい、僕みたいなちっちゃい体でもやっぱりプロレスに入れてくれたのは三沢さんなので、やっぱりあの僕があるのは、まあ元を正していけば三沢さんがプロレスになるチャンスをくれたからだというふうに思います。お疲れ様です。頑張れ、東京。はい、シングル早くデビューしてくれ。はい、今日バトルデビューだろ。お疲れ様でした。どこが痛いところがあっても口には出さないというか、そういう弱みを見せない方だったと僕は思っている。だから試合をしてても本当にそういうところを見せなかったし、後から聞いたりして、あの時あの状態だったんだって言って驚くことも結構ありましたし、これ本当にあの精神力ってのは本当にすごいなと思いますね。あれだけの綺麗な動きっていうか、そういうのは僕にはできないんで、全くスタイル的には全然違うもんなんですけど、でもこう試合の、なんていうんですかね、試合に対する気持ちというか、あの本当に精神的な強さっていうのは見習いたいですね。やっぱり僕が見てきて、その全日本プロレスからずっとファンで見てきて、そこからやっぱり三沢さんがいて、小林さんがいて、田辺さんがいて、川さんがいて、そういう四天王の時代から見てきて、やっぱりそういうそれを受け継いできたノアでずっとやってこれたっていうことは僕の中で大きなプライドでもあるので、やっぱりそれをしっかりと自分の中に、自信を持ってというか、ここでやってきたってことを、そういう事実をしっかりと自分の中で持って、これから先もやっていきたいというふうに思います。7年前ニューヨークの地で三沢に挑み、そして敗れた健太。その時世界の三沢光晴の存在を痛烈に感じたという。蹴り上げてコーナーに登った最上段から健太が行く。あーっと、2ドロップ、三沢と叫んでその後頭部を狙った2ドロップ、首を捉えてトップロープへ飛び越えようというところ、エルボー狙った、飛ぶか、三沢がニューヨークに飛んだ。
力で防衛成功です。伊沢さんが今いたとしたらどういう風な言葉をかけてくれそうな気がします。そうですね、どうなんですかね。まあでも、まあ、いつものようにただニコッと笑って何も言わずにニコッと笑ってくれるんじゃないですか。そしてもう一人、三沢イズムの継承者、天才丸藤直道。全日本プロレス入門後、三沢の付き人を務め、常に近くからその影響を受けてきた。声が出てないよ、声が。あ、まあ、元気、疲れてたりしても声だけ出せば、まあ、客的にはお前元気あると思われるんだから、まあ、誰とやる時でも自分のペース作んないと。そこはやっぱりなあ、せっかくお前若い二人入ってるんだから、まあ、目立たないと。いいよ。うん、そうですね、あのよく言うんですけども、あの先輩でもあり、社長でもあり、お父さんのような存在でもあり、兄貴みたいな人でもあり、友達みたいな時もあった。うん、それぐらいこう僕にいろんな思いをさせてくれた存在ですかね。ファンの時はそうですね、まあ一番簡単な表現をすればやっぱり日本を代表するプロレスラーであったと思うし、もうとにかくファンから見ててもこう物静かだけど強くてかっこいい、そんな感じの存在だったと思う。つかせてもらったことは完全に僕のレスラーとしてのスタートを切るにあたって非常に重要な位置だったと思います。三沢さんってこう言葉で伝えたり語るような人じゃないので、例えば試合をであったり試合を組んだり戦ったり、付き人をしてて一緒に行動を共にしている中で、自分で勝手に学んでいくで、語らずともそれをしっかり多分行動で示してくれるのが三沢さんだったんで、特にこの印象的な言葉とかそういうのはなくて、うん、かつて三沢が後輩への指導法について語ったことがあった。俺もあんまり言われなかったしね、逆にほらこいつもそうだけどさ、叱られるタイプと叱られないタイプだけじゃん、あの世界でもさ。いや俺もそうだけど、藤丸もあんまり言われるタイプでもないんだ多分な。このノアというものに関してもそうだし、三沢さんのプライベートでもそうだし、やはり周りの人間をとにかく大事にする、大切にする、裏切らない、うん、僕は何よりもそこを一番見させてもらってきたんで、はい、傍から見たらね、やっぱプロレスラーの三沢光晴ってすごい存在だと思うんですけど、全くそういう部分も見せずに偉そうにもしないし、かといって、なんていうか変な小さくならずにプライドを持つところはプライドを持ってデンと構えてる、うん、偉そうにしなくても周りの人間がやっぱ恐縮してしまう、それぐらいのこう存在感を常に持ってた人かなと。歌は下手くそでしたけど。いや歌好きなの。歌大好きでしたね、あの人。まあアニメソングとか特撮ばっかりだったんですけどね、とにかく下手くそでしたね。あのギャップはもしかしてずるいかもしれないですね、うん、リング上でありそういう、ね、こういう関係でありかっこいい三沢光晴がいざ歌を歌ったら下手くそであり、確か絵も下手くそだった気がするんですけど。諦めるということをしない人間ですし、弱音を吐かないし、かといってなんていうのかな、自分を無理やり強く見せようともしない
中でその強さを伝えてしまうのが俺はプロレスラーとしてすごい部分じゃないかなと思うんですよね。だからよく周りの人間はタイトルマッチとか三沢さんってやるとそういう部分にを感じて恐怖するんじゃないかなと。あのヘビー級になってからでも例えば僕たちジュニアの選手の動きに対応してくる、ヘビー級の力で叩き潰すんじゃなくて僕たちに対応しながら僕たちが攻撃する術をなくしてしまうのが僕はあの人のすごいところかなと、はい、オールマイティだっていうね三沢さんは言われてましたけどまさにそんな感じ。多分ファンの人が見てるよりも試合をしてる僕らの方がそれを感じてると思います。思い出に残っている試合は何だろうか。あの人の何パーセントぐらいのエルボーでやってくるか使い分けるんであの人、そうよくね 120% エルボーとかねありますけど僕初めてシングルやった時は確かエルボーで負けたんですけどその時は思いっきりぶち込んでくれた。でまあダメージは相当なんですけどもその三沢さんが本気の一発を入れてくれたっていうのはやっぱ多少なり認めてもらえた証拠かなっていうのがあるんで、ね、いつかチャンピオン三沢光晴に僕は挑戦するっていうのが目標でいた中で、まあ、どういうわけかシチュエーションが変わって僕がヘビー級のチャンピオンに三沢さんが挑戦してくるっていうそれがやっぱり自分の中でなんか不思議でもあり嬉しくもあり、武道館のメインでそれをできたっていうのは自分の中で非常に大きな財産ですね。その光り輝くベルトは27歳丸藤直道の手にあります。それを奪い返すか続きまして反対側青コーナー44歳師匠の三沢光晴です。丸藤が遠い三沢が飛ぶ弟子に向かって一直線エプロンサイドからおっとこれはノップ。何かこの三沢のジュニア時代の動きを思い出すようなそうですね三沢も捉えます。もう一度リバイスのブロックして白鳥を狙いますがトランスアリスト完璧に入りました。そしてなんとなんとあまり力場外に白鳥体勢を整えるいやYeah.
境を守ることの難しさ、そして下に取ることの難しさを、三沢はその右肘で、そしてレアルのフローを取って伝えました。まあ、自由の意味を履き違えないのが一番大事かなと。信念を持つのはもちろんなんですけれども、何でもかんでもやっていいっていうのが自由っていうわけじゃないと思うんで、まあそのね、自由と信念っていうものがあったからこそ僕このノアでここまで来れたとも思ってるし、やっぱりやると決めたらやる、できないことでも挑戦をする、で自分のことだけじゃなくて周りの人間を含め、やっぱこのノアというものを本当に業界のナンバーワンにしようとしてたと思うんで、オリンピック選手が金メダルを目指すように僕たちもそのベルトがある限りはそれを目指さなければノアにいる意味もないし、プロレスラーとしてやってる必要もないと思うし、一番分かりやすい誰から見てもそこのナンバーワンだって表現できるのがベルトなんで、歴代のチャンピオンたちはやっぱ素晴らしい試合をしてきて築き上げて、ね、キャラのそのノアとしてのベルトのキャリアっていうものは短いかもしれないけども、やっぱり日本の代表する中の一つのベルトになったと思うんで、三沢さんはそのベルトよりも重いものを背負っていたかもしれないけども、やっぱノアにいる人間はそこが目指すべき場所、やりたかったことがやりきれずっていう部分があったと思うんで、そこは僕が引き継ぎたいなっていう部分は、さらにそれ以上のものを作り上げて、より良いのにしたいなと、人間三沢光晴をプロレスラー三沢光晴を超えることができなかったのでそういった部分でこう一丁挑戦したいなっていうのはありますね。逃げないこと、自分でダメだと思わないこと、考えられないぐらいなんか怖いもの知らずってとこ、プロレスに対する愛情プラス誇り、それはもちろん馬場イズムであり淵イズムであり三沢イズムだと俺は思うな。カットさあ鶴田に決まっている。俺ね、ここ自分自身が負けたくないっていう気持ち、挑戦で初開催か、言葉ではないかもしれないですけど、やっぱり試合で見せる闘志というか、そういう気持ちの部分。最後の大谷さん、マンゴにして、三沢が回っていった、タイガードライバー91。人と人との関係や信頼関係、そういうものをしっかり築き上げていく人間が、三沢イズムを継いでいくものだと思うので、それが自由と信念に繋がっていくんじゃないかなと。左下の接近を打ちたい、ダイビングダイボー、いつも何かやってくれる男、三沢期待には必ず応えてくれます。何度でも立ち上がっていく三沢、また頑張ります。三沢コールです。足をまたまたパワーボムを防ぐ、さあパワーボム、大きな攻撃の回転エビで返した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 、これが三沢のファイトです。見ている中に力をくれる三沢のファイトです。何をやってもいいのがプロレスですし、どんなスポーツ、格闘技とやっても勝つのがプロレスだと思ってるんですよ。そういうやっぱりどこに出してもおかしくない、スポーツにしたいと思ってますね。メジャーに本当にしたい、プロレスというものをもっともっとメジャーに、そういう意味ではね、したいと思ってますしね。今も
ノアの社長室に飾られるミサーの写真。静かにノアを見守っている。緑の伝説、永遠のミサワイズムとともに。これからね、どん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 、気温も上がってね、夏も本番になってくる中で、ピッチ上っていうのもものすごくやっぱ暑くて、体感温度が相当上がってしまうんでね、まあ、そんな中で僕らも全力でプレーをしていかなきゃいけないっていうね。現役生活29年目を迎えた三浦知良、彼が認めたアメリカが生んだ冷感メカニズム、クールコアタオル。もう本当に暑いんですね、夏は。やっぱりできるだけ体を冷やして、温度を下げる、筋肉疲労を取るというね、それ本当すごく大事なんでね、まあサポートしてもらってって感じはしますけどね、うん、クールコアタオルは水に濡らして絞ってパッと振る、これだけ。非常にこう、まあ、気持ちよさというか、まあ、チームメイトもみんな使って好評でしたよ。はい。